水に物質を溶かすと電流が流れるかどうか調べてみましょう。電源装置につないだ炭素棒を純粋な水に入れます。純粋な水には電気が流れないため豆電球は光りません。この水に食塩を入れます。水をかき混ぜて食塩を溶かすと豆電球は光り、だんだん明るくなりました。食塩水には電流が流れます。水に砂糖を入れます。食塩とは違い、いくら溶かしても豆電球は光りません。砂糖水には電流が流れないようです。次はベーキングパウダー。ベーキングパウダーを水に入れて溶かします。食塩水の時より暗いのですが、豆電球が光りました。